デボラは、旧約聖書に登場する第四の獅子。ラピドとの妻であり、デボラのナツメヤシの木と呼ばれる木の下で裁きを行った。ヘブライ語でミツバチという意味である。彼女は、ナフタリ族のバラクを指揮官として、ナフタリ族とゼブルン族1万人を動員させ、カナンの将軍シセラの軍と戦うように命じたのである。この戦いで、イスラエル軍はカナン軍を打ち破り、 イスラエルは、その後40年間は、平和な時代となった。執式五章の、デボラの歌はこの時の戦勝を記念して歌われたもので、ある。ギュスターブ・ドレの描いた預言者、デボラ。この時代には、イスラエルの民が悪を行っていた背景がある。彼らは、カナンの大屋瓶に売り渡され、20年間もの間、押さえつけられていた。そこで、民が主に助けを求め、 デボラが裁きを行うようになった。このことは、四式四章に衝実されている。四式五章は、デボラとバラクの歌である。カナン人との戦いに参戦した部族もそうでない、部族も名前が記されており、部族が完全には統一されていなかったことが伺える。ヘブライ語で最古のものの一つと言われ、三分としかの繰り返しという記録方法もその古さを、示唆している。 ありがとうございます。